ニューヨーク州在住のバーレントさんは先月中旬、新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。現在は回復し、同じ元患者たちに血症の提供を呼びかけています。 新型コロナウイルスの有効な治療法が見つかっていない中で、元患者から採取した結晶は治療に結びつく可能性があるとして注目されています。3週間ほど前に立ち上がった元患者のネットワークサバイバーコープスはすでに3万人が会員になっていて、今後さらに協力を呼びかけていくということです。 アメリカでは経済活動に復帰を促す指標として、新型コロナウイルスの抗体検査を実施する動きが広がっています。ただ、専門家からは抗体が確認されても安全かどうかはまだわからないと慎重な見方も出ています。